んちゃん。まだ窓に花を置いてませんが、ポンちゃんが来ました。ポンちゃん、うりポンちゃん、ポンちゃん、うん、ずいぶん優しい声になっちゃったね、ポンちゃん。ジャン君は喋らないんですか、ジャン君。ジャン君は甘えてるときは声が出ないにゃーをするのね。破ってくるんだね。お利口さんね。あら、ポンちゃん舐めてくれるな。お利口さん。なんか届いた。なんかじゃないでしょ。どうもありがとうございます。ありがとうございます。そして。あ、ちょっと待って。またまた。また届いた。はい、あ、ちょっと見つけてしまった。そしてさらに、これはこっち向きにして、なんか届いた。どうもありがとう。はい、ポンちゃん大喜び。ポンちゃん喜んでくれてるね。黒岩家救援物資みたいな感じになってますが、あ、ポンちゃんが開けさせていただきます。これね、ここね、はい、見えないようにと、セミ、あ、本当だ、セミの木ってなんてあるんだね。影が、はい、はいね。先こっち、これ開けちゃおうか。ちょっと待ってね、はしゃみ、はい、その間、ポンちゃんが喜んでおります。ポンちゃんよかったね。でもこれはね、多分ね、ポンちゃんのじゃないんだな。はい、あら、はい、雑誌、生配信の時に、話題に上りましたリンネル、これですね。そう、これですね。私が買いそびれちゃったムーミン、本屋に行ったらもう売り切れですと言われたのを見つけたので送りますという連絡が入り、本当申し訳ない、ありがとうございます。申し訳ないです。中身を、ムービーと中身を、はい、よいしょ、いいよ、分かったの。これは何が入ってるかわからないよってこと、うん、あ、3点セット全部入ってる、全部入ってるの。そうなの、すごくない？だから売り切れちゃうみたいな。それはすごいね。なんか毎年売り切れちゃうんだって。そんなことを知らなかったので、私発売してちょっと数日経って行ったら、うん、ないですで、予約っていうか、またもう一回入れてくださいも多分無理ですって言われちゃったんですね。はい、これはバッグ、ミーのバッグ。なんかこれは全部ね、うん、この時期にね、あ、出る保冷系のやつが毎年この時期に出て、すごくいいんだって、毎年いつも、はい、それもなんか保冷のケースだね。保冷3点セットなの。はっはぁ、こんなすごいお弁当が入るかもしれない。ほら、これもね、ほんま立派な、うん、はい、
お出かけするんでしょうか、うちは。はあ、でもこれはさ、あのあ、ちょうどペットボトルが入る大きさなので、はいはいはい、合唱団。そうそう、ね、はい、これはね、ムーミンのお家になってるの。これが一番かわいいや、はい、どうもありがとうございます。どうしよう、やばいです。あんまり何かむやみに口に出すと大変なことになる、ね、素晴らしい動画でお返しいたしますばっかり言ってるけどね。さあ次行きましょうか。あ、カッターの方がいいんじゃない。あ、これはね、ビビってやった方がいいかも。あ、ポンちゃんに当たっちゃいそう。ポンちゃんをお楽しみください。ポンちゃん、あ、わかった。ポンちゃんにちょうどいい高さなんだ、これ。2センチちょっと。いいね、ポンちゃん。はい。さすが。これこれって言ってるの、ポンちゃん。さすがポンちゃん、すぐわかったな。でね、なかなかこの高さが難しいんだよ、ポンちゃん。ドールハウスだね。うん、これ開くのかな。開きそうだね。あ、開かないのかな。だってさ、こっちがさ、引き出しに、あ、違う、こうだ。はい、あ、そっか。なんとか、あの机だ。アップライトデスクみたいなやつ。ほら、開くよ。ほら、こういうことですな。ほら、あ、引き出し開いて、で、多分下の引き出しも開くってこと？そういうことだ。開いた。開いた。動画で使わせていただきます。どうしよう。どうしよう、すごいね。そういうこと？え、それはどう？違うわ。それはどうかな。なんかちっちゃいさ。そうだね、ガチャガチャ人形と一緒だね。ガチャガチャの中か。雰囲気としてはあそこのこの辺の人形と合わせると可愛いですね。え、なんかものすごい揃ってるよ。なんか揃ってきてすごくない？なんか大変なことになってきたぞ。ドールハウスが作れそうだよ、本当に。どうする、ポンちゃん。ポンちゃんの周りに置いたら
ポンちゃんが大きなニャンコになったみたいだよ。きた、こういうことだ、こういうことだよ。あ、もうバーが作れるね。あ、すごい、なんかすごいよ。テーブル、あ、はあ、ポンちゃん、ポンちゃんすごいね。怪獣みたいになってる、ポンちゃん。そして食器棚、なんかすごいよ。はい、ポンちゃん、食器棚も来たよ。食器棚かな、本棚かな。これはジブリのアリエッティ。ああ、そうそう、名前忘れちゃうのよということだね。アリエッティにあげたら喜ばれるやつだね、うん、よいしょ。これは何かな、お手紙付きだ、お手紙。あの、はい、ちょっと待ってね、もう1個あるんだ。もう1個でも、もう2個、これも、あ、ニャンコの形してるの、これ。これはブドウの実になってるね、ニャンコ。へー、なんかちょっと和風な柄みたいな、マリとか、うん、と、これは、あ、どんぐり、ぶどうの実って書いてある。え、どんぐりだよ、ほら、ぶどうの実、うん、え、ぶどうの実なの。グラスになってる、ここがガラス質になっているってことだね。うん、これぶどうの葉っぱだね、ここはね。ぶどうの実ってこんななの。いや、ぶどうはぶどうだもんね。そうだよね、どんぐりに見えるよね、ここにあの帽子かぶってるやつ、うん、だね、うん、これは後で、お手紙は後でです。手紙は後で、はい、なんか豪華になっちゃいましたが、どうしよう、ちょっと部屋を片付けて、うん、これが綺麗に置けるところを作らないとね。なんかどっかあの辺を綺麗にして、お人形をちょっと整理して、星の王子様が置いたらぴったり。そうね。ははー。なんか、はい、なんかロッキングチェア。あ、これ回るよ。あ、これは？これはこれってことかな。一緒でしょ。これ、これは？これ中華のテーブル。でも中華っぽくないんだけど。で、なんかすごい立派。これはロッキングチェアに似合いそう。なんかちょっと自分で考えておけばいいんだね。そうだね。はい。こんなにいっぱい家具が、どうしよう。カメラ、いきまーす。ちゃんと映った。はい、ポンちゃん。ビヨン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 。はい、どうもありがとうございました。これはまだった。バードフレンドリー。コロンビア。あ、コーヒーだね。コロンビア。カルディ。そうだね。赤。そうだね。うん、コーヒー。いっぱいもらってよかったね。コーヒー好きだからね。です。ありがとうございました。ありがとうございます。かわいいパッケージ。なに、ね、ポンちゃん。はい。あ、ちゃんくんの前に物がいっぱいになってた。ポンちゃん。無理だから、ちょっとこれでハサミで切りましょう。シュキ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 。あ、お中元なの？元だ。うちってお中元がいただけるの？すごいね。なんか高級感。アクションしてます。なんか立派な。よかったね。もうコーヒーです。
すごい立派。贅沢三昧でございますが。高島屋のコーヒーなんてめっちゃすごいんですけど。ありがとうございます。ありがとうございます。コーヒー好きの黒犬大喜びです。あ、ビッターブレンドとかマイルドブレンド、はいはいはい、ブルーマウンテンブレンド、ダーク、ダーク、見えないな、見えないな。ダークブレンド。ダークブレンド。これとこれはあのあれなんだね。よく飲むやつっていうことですね、うん、マイルドブレンド。はい、今日からまたコーヒーたくさん飲ませていただきます。ありがとうございます。